どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のケメロジと長男焼きことサクです。ということで、君の花になる第6話直後感想動画、いや、ダンボーイ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 、100ブルームに捧げるんじゃなかったのかと。アスカ、本当にアスカありましたけども、情報量がねめちゃくちゃ多い第6話だったんだけども、まあ、今回はね、まあ、友情、恋愛、そしてね、ブルームのね、アーティストとしての魅力も楽しめるっていうね、うん、まあ、すごい回だったなと。そうだね。うん、めちゃくちゃ良かった。うん。回を増すごとに良くなってってる。いや、ほんとそうよ。一人ずつフォーカス当たっていって。そう。メンバー一人一人好きになってきて。ね、ほんとそうでしょ。ということでね、今回の動画はですね、まあ、第6話のメインである、まあ、元メンバー、りょうすけをめぐる、ユキヤとエイジの衝突を、そしてもう一つの注目ポイントであるダンとアスカの禁断の恋模様、この二つをですね、まあ私ブルーミー的ね、今日の推しポイントを交えつつ語っていきたいと思いますのでね、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。ということで、君の花になるはですね、毎週火曜日夜10時から TBS 系列で放送されていまして、僕たちはその翌日の水曜日にですね、直後感想動画を出しています。放送日当日にはね、リアルタイム視聴もやってますので、ぜひ一緒にブルーム応援していきましょう。はい、ということで、まずはですね、元メンバー涼介をめぐるユキヤとエイジの衝突、こちらからね見ていきましょうかね、うん、はい、配信ランキングを1位を取ったブルームなんだけども、まあ、それがねファンの間でカムアゲインの奇跡と言われていると。カムアゲイン、そうでね、まあ、カムアゲインがリバイバルヒットした背景には、チェイニーのミナトが SNS でつぶやいたっていう裏話がありまして、うん、それをね、なんとジャスティン・ビーバー、ジャスティンって言ってたけど、あれ多分ビーバーですよね。ビーバーですか。そう、ビーバーなどが拡散して、まあ、4週連続1位で一気にブレイクしたブルームでありましたね。すごいじゃん、うん、すごいですよ、本当に。それでまあ続々とねメディアの仕事が舞い込んできまして、うん、まあ、雑誌かなんかのね撮影だと思うんだけども、なんか花持ってる美女みたいな、あったね、あれ神すぎん、本当に。あれよかったね、めちゃくちゃかっこいい。ちょっとあれのねグッズを早急にねちょっと出してほしいっていうぐらい、またあの美女よくて、まだかっこよくなるのか、ダンとっていうか、なんか引き出しが多くない、メンバーの、うん、なんかいろんな側面のかっこ良さがあって、まだそう、まだあるのかっていうのがねたくさん見えてて、うん、あの匠のね前髪ふわっとしてるのがめちゃくちゃ可愛すぎたし、そう、ゆきえいがね鼻くわえて、あ、これ違ったっぽいっていうね、あのなんかこう3番の、あ、そのなんか感じのねこうくわえてたよね、あれもなんか2人で言い合ってるのが面白かったよね、うん、でその後はですね黒スーツでのインタビューで、まあ、この美女もまた大優勝してました。今流行ってますからね、黒スーツというか。黒スーツやばいね。黒ビジュね、黒ビジュ、なんかやっぱ韓流アイドルっぽさがさ、うんうん、すごいあって、特にナルがなんか似合ってたよね、うん、そうそう。でね、そのインタビューの中でダンはね、最新楽曲とアルバムの制作に追われているぞっていうことをタカラが言ってましたね。これは実際に期待していいんじゃないかと。これはちょっと匂わせですか。匂わせだと思うよ俺、うん、そうだからやっぱ現実世界でも出るんじゃないかなっていうふうには思うんだけども、うんうん、このね番組の一応サウンドトラックが12月7日にリリースされることは決まってますと。ほう、うん、でね、そのサントラの収録曲っていうのはまだ発表になってないのよね、うんうん、そうだからもしかしたらサントラに今まで発表された楽曲が入る可能性はあって、うんうんうん、そうなると多分もうそれで終わっちゃうと思うんだけども、うん、もしそこにサントラにねブルームの楽曲が入らなかったら、もうこれはアルバム出るフラグなのかな、そうだなっていう思うよね、うん、そうそうそう。生配信のねチャットで言ってる人いたけど、ブルーレイボックスの特典とか、あ、うん、その可能性はあるかもしれないよね。なるほどね。そうでもやっぱりできればアルバム単独で出してもらって、そのなんかインストアイベントとかもね、あら、開催してもらえればまたブルームに会えるチャンスってのは増えるのかなって思うので、ほんとそこはみんなブルーミーみんなが思ってると思う。いや、みんな欲しい。いや、欲しいよね。ちょっと期待してもいいのかなっていう兆しですね、うん、はい。でそのインタビュー中にですね、まあ、元メンバーがダンの高校の同級生の涼介であることが判明しましたね、うん、でね彼はまあ辞めちゃったわけなんだけども、まあ、その理由っていうのが、まあ、簡単に言うとダンのせいでは全くなくて、うん、将来の可能性が見出せなくて自分から辞めたっていうことでしたね、うんうん、そこでね、まあ、ユキヤがその元メンバーの話を出したことでユキヤとエイジが軽く口論になりまして、で寮に戻った後もね、ユキヤが勝手に涼介へライブの誘いのね連絡をしたことを知ったエイジが怒って2人はすれ違っていくんだけども、うん、まあこれはねどっちが悪いっていうことではなかったんだよね結局。いや、よかったね。そう、よかったよかった本当に。クイズ王ですか。いや、クイズ王です。エイジさん最近結構多いからね、そのアイドルが。間違ってないのよ、いや戦略的に。いや、すごいよね。だってもうクイズ番組っていうのは永久不滅ですから。そうだよね。私結構最近その流れもあるじゃん、アイドルが出て。
スノーマンの阿部くんとかも、うん、まあ、気象予報士っていうその資格を持ちながらそういったねクイズ番組とかにも出てたりするから、なんかそういうなんだろうな昨今のアイドル事情を組み込んでるこのドラマすごいなと思って、そうで、まあね、この件によってお互いね本音で話す機会ができたし、なんかその過去のブルームのなんだろう生産っていうのと、あとまあ未来のブルームへの希望っていうのが持てた一件だから、うん、もう非常に良かった出来事だよね。そうだね。そうそう。でまあね、この和解に至るまでもたくさんのねドラマがあって、まあ、まずねホテルでユキハがエイジを大富豪を誘ったのにエイジが断ったことをきっかけに、うん、まあ、再度ね凌介のことで口論になったりもしたよね。うん、うん、かわいいですね。かわいいよね。大富豪やろうよ、大富豪やろうよっていう最年長かわいすぎっていうねところがあったり、あとはさ凌介が寮に来た日の夜にユキヤがねブルーム集合ってかけて、まあ凌介のことを謝ったんだよ。あそこでさやっぱ明るくしかもなんかまっすぐに謝れるユキヤっていうのはでも本当に言いやすすぎるよね。いやー太陽だね本当に。本当にそうだよね。やっぱ謝られるとちょっと気重くなるというかさ、雰囲気も暗くなるけど、あの人は全くならないというか、あのいつものテンションのままで言うってのがすごいよね。難しいよ。いやそうだよ、難しい。であとねここでのダンですよ。あら、ダンがもうさ凌介のこと嫌いになるより俺のこと嫌いになられた方がマシだから凌介の脱退理由を今まで言わなかったっていうね、これちょっと主人公すぎるな。主人公すぎるし、ユキヤもだしダンもだけど、どいつもこいつも顔だけじゃなくて中身までイケメンなのかと。本当にそれ売れますよ。いや売れますよ、もう俺ら何も勝てません。うん、何一つ食うの早ぐらいじゃないですか。飯それぐらいなら勝てるから。食うの汚いけどね。でまあそれが勝たせてこそ、はい、ということでまあねいろんなことがあったんですけども、まあねここでやっぱ気になるのはこの元メンバー凌介の今後ですよ。あら、終わったんでしょ。だってそう、まあね、お互いのねわだかまりも解消して、うん、でまあ凌介は今フリーターじゃないですか、はい、っていうことはだよ、これブルームのメンバーに戻るんじゃないかと。お調子もんだね。戻るんじゃないかと。売れてから戻るのかい。そう、やっぱ売れてから戻るのもやっぱり虫が良すぎる話ではあるよね。うん、うん、なんだけども凌介を演じている池田雅史さんが YouTube でね公開されているオリコンのインタビューでこんなことを言ってて、6話でブルームと和解をしてそれから凌介がどういう選択をするのかっていう風に言ってたんだよ。あれ？だからね、さっきも言ったように正直このインタビュー見るまでは凌介の件って本当にこれで一件落着だと思ってて、はい、これ以降ね物語に絡んでこないのかなっていう風にね普通に思ってたんだけど、うん、そこからの凌介の選択が描かれるっていうことはもう本気でパティシエを目指すか、うんうんうん、ブルームに戻るしかなくない。あ、うん、まあ、バイトリーダー目指すかっていうとか、まあ、全然そっちもあると思うよ。なんかあいつらが頑張ってるから俺もちょっと新しい夢見つけて頑張るってのもあると思うけども、まあそうだな、うん、でも俺はやっぱブルームに戻る風だと思ってて、でもだからといってやっぱすぐにねその話を物語に組み込むのって結構まあごちゃごちゃしちゃうしちゃん、もっと他の問題もあるから、だからまあ割とね最終回に近いところ、それこそドラマでのラスト歌唱シーン、ドラマ内でのラストライブの前らへんになんかそういう話が持ち上がって、うん、復帰うんぬんの話が出て、まあちょっとさらっと復帰して最後は8人のブルームで締めるみたいなのだったら、まあ、そういうねスケジュールで進行していけば物語もまあ邪魔しないし、そうだね、うん、で現実のねブルームの活動ライブ活動とかにも影響ないからね。まあ確かに。そう、それこそやっぱ大人の事情的にやっぱグッズの展開とかもあるから、うん、ただそこには組み込まれないと思うんだよ。ってなるとやっぱり本当に最後の最後で割と多分あっさり戻る感じにはなると思うんだけども。あ、そういうことね。そう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 、まあ、急に7話から加入されてもね。いやそうなんだよ、そうそう、今までのブルームを好きだった人はちょっと、そうそうそう、テンパっちゃう。そう、テンパっちゃうから割と多分駆け足に描かれるとは思うんだけども、まあ、復帰とは言ってもそういう形で描かれるのかなっていう感じがするよね。これね、うん、すごい語ってくれたんだけど、うん、一番ある可能性っていいですか、うん、これマナエじゃないですか。マジあ、確かにそうじゃない。確かに、いやマネージャー一番やっぱブルーム最高っていうのはやっぱ改めて感じたし、見習いとしてねちょっとやっていくのもあるんだけども、将来的にはもうブルームのマネージャー。あー、ケンジいるけど、ケンジはもっと上に行ってね。あー、なるほどね、うん、より身近な、そう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 、一番ブルームのことを知ってる人間がマネージメントした方がいいしね。あー、なるほどなるほど、それかもしれません。まずどっちかだよね。まあどっちかが今後もブルームに関わっていくのはありそう。まあ、それはねあるかもね、うん、はい、ということでね、まあ今回のね第6話のメインのね、うん、
方を語っていったんですけども、続いてはですね、ダンとアスカ禁断の恋の行方についてね、ちょっと語っていきますけども、もうダン君のね、恋の暴走特急が止まりません、ね、止まりませんよ、止まりません、ほんとにおませおませあんなにもう発情してる、発情じゃないいや発情じゃない、あんなにもう止まらないんだってくらい、止まんないんだから、気づいたらめちゃくちゃお熱にね、冒頭からだよ、そうなってましたけども、ちょっとね、ダンの恋愛絡みのシーン見ていきたいんですが、まずね、ランキング1位を伝えにアスカがいる寮にね、戻ったダンはナオにね、ハグされてしまったから、まあそのことをね、アスカに対して弁明するんだけども、アントニーだけは勘違いされたくない、俺やっぱりあんたかと、もうあと一言まで言いかけると。ここでメンバーがね、帰ってこなかったら本当危なかったよね。言ってたよいや言ってたよね。でその後ね、落ち着いたらちゃんとするから、さっきの話っていうことで、まあ本当にね、多分ここでアスカもダンの気持ちに気づいたのかなっていうことだよね。本当にもうダンの気持ちがブルームよりアスカになっちゃってたよね、完全に。まあそうだね、グループ活動は良かったけどね、思いがちょっと強くなっちゃったんだよな、もっと。そうそうそう、だってさ、それこそ1位決まった時もさ、なんかメンバーみんなわちゃわちゃしてるのにさ、そこに入らずすぐ行ったじゃんアスカの元へそうっていうのもあったから、正直言ってなくない、あのダンの行動。いや女がい、いやでも本当にね、結構仲間でそれやられたら冷めるよね。そうなるしか知らんからさいやまあね、まあ確かにね、なるしか知らんからね、うん、まあね、でもちょっとね、そうダンをさ批判したくはないんだけど、なんか正直ダンってもっとさ、アーティスト気質でなんかプロ意識強いと思ってたんだよね、うん、まあそれこそね、アイドル、ボーイズグループとかアイドルが恋愛するなっていうわけではなくて、やっぱりブルームがね、一番大事な時期にあそこまでお熱なのはちょっと不安にはなるよね。いやそうだな。でさらにはね、その後傘がないアスカとたまたまね出くわしたダンはアスカと相合い傘で帰ることになると。当たった、うん、そこでね、女子高生2人組がさっき言ったのはダンだよっていうふうに、もうちゃんと目撃はされてんだよ。そうそう、それでね、とっさにアスカの肩を掴んで、まあちょっと背中で覆うみたいなね、緊急回避仕草をして、そうダメだよね正直。あれ本当にタイミング悪かったら、本当よ、ブルーム生命終わってましたよ。そうだよね、まあ、このさ、やっぱアイドルと恋愛っていうところに関してはさ、まあたびたび議論されるところじゃあるじゃん、だからもうこのね、短い動画で語るにはちょっと大きすぎるねテーマではあるから、まあね、正直ここでね答え出せないし、やっぱいろんなね、アイドルとかグループのね形があるから、もう答えは出ようがないんだけども、ブルームに限ったことで言うとさ、やっぱりさっきも言ったように、まあ今大事な時期だし、まあ恋愛するなとは思わないけども、交際するならそれで公にさらさない、隠す努力をするべきだと思うんだよね。うん、うん、だしやっぱり今はさ、その週刊誌とかだけじゃなくて、まあ、SNS もね発達してるから、うんうん、もうスマホ持ってる誰しもが、まあ、週刊誌の記者に近い力を持ってるわけだからね。国民総パパラッチですよ。そうそうなんだよ、もうその時代だからね、より気をつけなきゃいけないし、やっぱ劇中の中でもさ、比較的若い世代に流行してるじゃんブルームって。となるとやっぱりね、アイドルに恋愛を求めていない層が多いとは思うんだよね、まあ、ここってちょっとね、リア恋というんですか、まあそうそう、そういうのも絶対いるだろうし、そうそうそう、でそもそもね、やっぱファンの中にはさ、別に恋しててもいいっていう思う人ってたくさんいるとは思うんだけども、でもさ、それが公になることのメリットよりもデメリットの方が断然多いと思うんだよ。そうだね、そうそうそう、応援する上ではちょっと邪魔かもしれないよね。そう、別になんかその恋愛反対ってさ、別にガチ勢に限ったことではなくて、うん、なんだろうな、本当にこれ俺の持論だけどさ、やっぱアイドルですとかボーイズグループってやっぱそういう世界だから、うん、やっぱその覚悟でいるべきなのではっていうふうに思うんだよね。まあね、なんかね、僕ちょっと見たんですけども、うん、ジャニーさんの言葉でですね、はいはいはい、うん、もはやもうアイドルっていう職業は、うん、アイドルっていう人種にならないとダメらしいよね。いやでも本当思うわ、人間っていうのもまあもちろんなんだけども、うん、やっぱアイドルってそれほど厳しいよと、うん、だから本当に勢いがあるうちはもうアイドルになって、ちょっと落ち着いてから好きなだけ恋愛しなさいと。いやそう、やっぱね、そうだから、やっぱ一概には言えないのよね、はい、時期とかもあると思うし、はい、とはあると思うんだけども、いやそれは本当に思うわ。たまにさ、彼らも人間だしみたいなさ、まあね、議論されるじゃん、はい、それでちょっと筋違いだと思ってて、うん、例えばさ、某夢の国のキャラクターが絶対に着ぐるみを人前で外さないじゃん、なんか俺それとアイドルって同等の覚悟が求められるんじゃないかなっていうふうには思ってるね。ほんと人によってはもう夢の国ですから。いやそうなんだよ、そうなんだよ、そう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 、ダンにはずっとその着ぐるみを取らないでほしいなっていうふうにはちょっと思っちゃうね、うん、いやそうだな、あのね、で一方アスカなんですけども、まあ、アスカ自身はね、割となんだろう、キュンとは来てたけども、なんか今一番大事な時期だからダメだっていうふうに心得てるんだよね。満点、そう満点なんだよ。だからこれはまあ安心していいのかな、
そのどんなに段が突っ走っても大丈夫ですか、アスカは。いや、アスカそこはやっぱちょっとさ、録話通り止めてもらわないと。いや、そうだよね。ちょっとそれこそアスカ側も段に近い気持ちになっちゃうと、うん、そうたたかれするのが、いや、そう怖いんですよ。いや、怖い、アスカがかわいそうなんですよ。アスカ多分そうたたかれるな。うん、だいぶたたかれるし、まあ大人だしね。いや、ほんまに、まあ、一回りぐらい違うからね、そこは止めてほしいね。で、続いてはですね、まあ、そんなアスカも信頼できるとは思うんですけども、うん、ブルームのメンバーで唯一ね、その段の恋愛事情を知っている、まあ、なるもね、いるので、うん、まあ、ちょっとここはかなり心強いんですけども、うんうんうん、まあ、なるは本当にちゃんと自分たちが置かれている立場のことが分かってて、うん、で、段にね、なんかこんなアドバイスをしましたね。段は気持ちを伝えてどうしたいか考えた上で伝えないと、段もアスカさんもみんな不幸になる気がするよっていうことをね、言いましたと。うん、このね、みんなっていうのは、まあ、ダン、アスカはもちろん、まあ、ブルームメンバーや、ブルーミーも含めてですよね。そうだね。うん、いや、要するには、ちゃんと落ち着いて考えたかと。うん、付き合いたい、結婚したいとか、まあ、考えててね。で、アスカいれば他に何もいらないよっていうなら話は別だけども、まあ、そうでないならブルームも終わるぞと、うんうん、その覚悟した上で気持ち伝えたいんかっていうことだよね。まあちょっと冷静になるよっていうか、まあ、周り見えてないよっていう、本当にそこまで深く考えて気持ち伝えようとしてるんかっていうことを多分なるはダンにね伝えたと思うんだけども、すごい世界一優しい注意だね。優しい、そうそう、本当だよ。こんなマイルドに言わんでもいいのになって思うけど、だから本当になるはダンの気持ちをちょっと尊重してるみたいな、うん、それこそ極端なこと言えば、ダンがその選択を取るなら別に、まあ、なるは嫌だけどももう仕方ないって思うのが、いや、もう本人がそうなの、ね、ブルームがどうなってもまあダン決めるのは仕方ない、うん、って思ってそうだよね。そうだね、うんうんうん、まあでもね、結局ね、その後ね、ユキアがね 100% ブルームにぶつけるべきだろみたいなことを言って、まあダンもちょっとハッとしてたから、うん、うん、なんかダン自身もね恋愛してる場合じゃないなって気づいたふうには思えたんだけどね、うん、ここではそう。でもやっぱ最後はアスカのことを今まであんたって言ったのに名前呼びをねしましたから、どういう心境の変化があったんだろうね。もう100歩譲って言うなら、落ち着かせるために声をかけて手を握ったで収めときたい。ああ、まあね、でもアスカ、まあアスカっていうのはやっぱどうしても引っかかるよね。初めて呼びました。初めて呼んだけども、逆に動揺しちゃうね。だってアスカはだってダンにキュンとしてんだよ。そんな人にさ、ね、名前呼びされてさ、ちょっと過呼吸気味だったら余計にアップアップなっちゃうと思うけど、アスカって呼ばれたってな。そうそうそう、だからあれはちゃんと多分恋心でのアスカだったとは思うんだけども、まあ、やっぱりね、ちょっと最後のあれもやっぱ学校の前はリスキーすぎるとも思うし、出た、まあ、ほんとなんか狭いところでやってくれる分にはいいしな、うん、誰にも見れない密室とか、そう、誰にもそう見られなかったらいいんだけども、やっぱりそこだけ踏まえても、歯もお姉ちゃんに見れたじゃん。あ、そうそう、結局そうなんだよ。あれお姉ちゃんだけですか。いや、ほんとだよね。だからそれもさ、今後怖いし、うん、次回はさ、高坂さんにさ見られちゃったりもさするわけだから、本当にそこを気をつけてもらって、まあ、それしつつブルームにね100注いでくれるならいいとは思うんだけども、うん、恋の行方どうなるのかってのがちょっとまた分からなくなってきたなっていうところだし、まあ、ぜひともね、みんなのアイドルと恋愛の是非というか、うん、そういうところも皆さんの意見感想っていうのを聞かせていただければなというふうに思います。ということで、僕たちは君の花になる以外にもいろいろな考察やってますのでね、ぜひチャンネル登録して楽しんでいただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。それで、サク、はい、凌介がブルームを脱退したもう一つめちゃくちゃしょうもない理由がありました。それは何でしょうか。テレビは一人で見たいというね、気持ちがあるんですよ。いや、集中したいんでね。あ、そんなんでやめちゃったの。うん、アホやん。